はい、こんにちは、116インズです。いやー、今日はめでたいことが多いですね。ほんの3週間前まで借金が10あってコンテンダーとは名ばかりの状態だったマリナーズが、そこからなんと19試合で16勝、今日ブルージェイズ4連戦のスイープも決めて、ついにワイルドカード圏内に突入しました。どうにもいろんなことがうまくいっていなかった今年のマリナーズですが、ここのところは投手陣の安定感が群を抜いていて、そのおかげでかなり勝てるようになってきましたね。この調子のままオールスターまで駆け抜けてもらいたいところ。そして今日はそのオールスターに出場する全選手が発表となりました。昨年は菊池雄星選手が選出されるも、試合前日に出場辞退となってしまって、誰も本番に出場しなかったマリナーズですが、今年は21歳の怪物ルーキーフリオ・ロドリゲスがマリナーズからオールスター選出となりました。マリナーズのルーキーとしては2011年のマイケル・ピネダ以来6人目だそうで、もちろんこの6人の中にはフリオにとっては師匠のような存在であるイチロー選手も含まれるわけですが、弟子のフリオも1年目でオールスター選出と、今回両リーグ合わせてもフリオが唯一のルーキーでの選出なので、いかにここまでのフリオの活躍が特別なものなのかを物語っていますよね。21歳以下でオールスターに選ばれたマリナーズの選手も、過去にケン・グリフィー・ジュニアとアレックス・ロドリゲスしかいませんので、スーパースター候補の成長の瞬間を今こうして見ることができているのは本当にラッキーなことだと思いますね。最近のフリオは新人であることを忘れさせるくらいの活躍ぶりで、シーズン通算では86試合で打率2割7分4厘、OPS8 割1分1厘、チームトップタイとなる15本のホームランに、リーグトップタイの21盗塁。フリオが本当の意味でルーキーっぽかったのは4月だけで、この時はなかなかストライクボールの判定が彼に味方しなかったり、そもそもバッティングの調子も上がってもいませんでしたが、5月から一気に飛躍。5月1日以降の WRC プラス158は MLB 全野手中11位の成績で、あっという間に上位打線を任されるようにもなりました。シーズン通算のウィンザーオリプレイスメントも 3.5 まで到達し、リーグの全選手中8位、新人の中ではトップ。去年のマリナーズはシーズン通してのウィンザーオリプレイスメントの野手トップがタイフランスの 4.3 でしたので、それに前半戦にしてかなり近づく水準の活躍を見せているのは、本当とてつもない選手がマリナーズから出てきたなぁと感じさせますよね。2ヶ月連続でエール月間最優秀新人に輝いているのも納得のパフォーマンスで、アストロズのジェレミー・ペーニャという強力なライバルはいますが、このままいけば新人王も十分狙えそうなここまでの活躍ぶりです。そんなとこまで飛ばすと思ってしまうくらいの特大のホームランを打てば、センター守備では自慢のスピードを生かしたダイナミックなプレーも見せてくれますし、何より感情を前面に出して野球を心の底から楽しんでプレーするスタイルは見ている側も楽しくなりますし、毎日今日はどんなプレーを見せてくれるんだろうとワクワクもさせてくれるフリオ、この彼がオールスター出るなんて夢のようですよ。またフリオは今回のオールスター選出で、実はすごいリストの仲間入りも果たしたようです。昨年の東京オリンピックドミニカ共和国代表としてプレーし、銅メダルを獲得したフリオなんですが、マリナーズの野球情報コーディネーターであるアレックス・メイヤー氏によれば、21歳でリーグのオールスターに選ばれ、かつオリンピックのメダリストの選手は北米4大スポーツでは直近20年間でたった4人しかおらず、フリオが5人目と、このリストもまたそうそうたるメンツが並んでいて、 NBA のレブロン・ジェームスにアンソニー・デイビス、 NHL のパトリック・ケインにジョナサン・トーズと、まあ見事なまでに各リーグのスター選手が並んでいると、ここからフリオが MLB のレブロンレベルの選手になったら、マリナーズファンとしてはこれ以上に嬉しいことはありませんが、少なくともフリオのメジャーリーガーとしてのキャリアは順調すぎるくらいのスタートを切ったと言えそうですね。ということでフリオが選ばれたのは大変喜ばしいことであるんですが、ただ少し意外だったのはフリオしか選ばれなかった点なんですよね。そう、タイフランスがまさかの落選。これはちょっと予想していなかったというか、フランスだけ選ばれるならあるかなと思っていましたので、まさかという感じです。というかこの人エールのファン投票ファースト部門のファイナリストですからね。それで選ばれないというのはちょっと。今季はここまで74試合に出場し、打率3割6厘、OPS8 割4分。マリナーズ1番のバッターとしてシーズン通して活躍していて、ただ6月23日のアスレチックス戦で1塁ベース付近の不幸な事故で左肘を故障。幸い12試合を欠場するだけで済みましたが、その欠場分と、あとは復帰後4試合まだ本調子とはいかない感じでしたので、最後の最後で響いてしまった感じでしょうか。フランスは生まれが今年のオールスターが行われるロサンゼルスにほど近いカリフォルニア州のダウニーという町で、彼からすれば地元のオールスターに選ばれなかった点、本人のコメントからも非常にがっかりした様子が伝わってきましたが、ミゲル・カブレラがレジェンド枠でオールスター選出となり、またツインズのルイス・アラエズもトータルの成績でフランスを最後にわずかに上回ったことが影響していそうですが、なんとも残念なことですよね。
一応希望はまだあって、怪我などの理由で出場を辞退する選手が出てくれば、その代替選手と選ばれる可能性は残っていますし、特に今日アストロズのヨルダン・アルバレスが手の怪我で IL に入ってしまいましたので、その代わりとして選ばれる可能性は十分ありそうですが、なんとかフランスにもオールスター行ってほしいなと願うばかりです。また先発のローガン・ギルバートも残念ながら選出とはなりませんでした。今季18先発で防御率 2.80、ウィンザーオリプレイスメント 2.4 とここまでブレイクイヤーを送っているギルバートですが、ここ4先発は少し打ち込まれていまして、成績が伸びなかったのがこちらも響いてしまったのかもしれませんね。まあホワイトソックスのディラン・シーズでさえ選ばれていませんので、単純にリーグ内でいいピッチャーが多かったという部分もありそうですが、今季のギルバートはとにかく大きく崩れることはなく、最低5回は確実に投げ切ってくれる印象で、実際今季18先発で一度も5回未満で降板したことはないんですが、良くも悪くも試合を作ってくれるようになった点、見ていて安心できる。今後のマリナーズのローテーションを担う存在として頼もしいなと感じていましたし、彼が投げた試合でチームが13勝5敗と非常に好成績を残しているのも、それだけギルバートがしっかりゲームを作ってチームに勝つチャンスを与えてくれている何よりの証拠でしょう。私の中では今季のギルバートはオールスターです。後半戦もマリナーズを勝利へ導くピッチングに期待したいですね。特にフランスがオールスター漏れたことで少しだけモヤモヤ残るんですが、とはいえフリオの選出はやっぱりめでたい。長年野手育成に苦しんだマリナーズの新人野手が、それもマリナーズがプロ入りからマイナーで育てた野手がオールスター選出ですよ。この事実だけで心躍りますよね。最近ではフリオの活躍ぶりはだいぶ MLB 全体でも認知されつつありますが、それでもファン投票で上位に入れなかったあたり、まだまだフリオの認知度自体は高くはないんだと思います。まあシアトルなのでそれは仕方ない。なので今回のオールスターが彼のスター性を知らしめる、そんな舞台となってくれたら嬉しいですね。今年のオールスターは7月19日ドジャースタジアムで行われます。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。